未来の大物 YouTuber、 その名は はい、こんにちは、丸尾です。本日は未来の最強 YouTuber のご紹介をしたいと思います。ヒカキン、ヒカルはもう古い、これからはこいつらの時代だ、その名はナメゴンズ。はい、今日紹介するのは、未来の最強 YouTuber ナメゴンズ。こちらみかんさんとリンゴさんの、2人のコンビでございます。メガネの方がリンゴさん、メガネかけてない方がみかんさん、まあ、エグザイルでいうところのアツシとタカヒロみたいなもんですかね。で、こちらのリンゴさん、まだ14歳なんですが、ツイッターのフォロワー数が1万人を超える、もうなんかその時点で大物的な感じしますね。で、なんと現役女子中学生というこの2人の YouTuber、 いやー可愛いですね。僕アイドルとか全然興味ないんですけど、この可愛さはね、チャットモンチーのえっちゃん以来でございます。先日ですね、自己紹介の動画を、まあ、初投稿されたんですが、もうこちらがもうすでにね、大物の貫禄たっぷりでございます。まあね、自己紹介をしながらこうポテトチップをね、パリポリ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 、舐めとるのか。いやーでもいいんです、うん、もうお菓子をなんかパリポリパリポリ食べるだけでもかわいい、もうなんかそれが大物です。もうそれだけで大物な貫禄がしますね。なんかね、最近の YouTube ってね、結構なんかみんな作り込んでる動画が多いので、まあこういう自然体でね話すっていうのもすごいね、いいんじゃないかなと思います。だから初々しくてね、ほのぼのします。こちらのナメゴズですね、なんと今受験の真っ只中、受験生でございます。かわいい。今後の活動なんですが、不定期で、まあ、動画アップされるようなんですが、本格的な活動は、まあ、受験が終わってからということになるみたいです。楽しみですね。いつか頂点を極めるこのナメゴンズ、皆さんも応援よろしくお願いいたします。次にマロンもよろしくね。それでは今後が楽しみなナメゴンズの、紹介動画でした。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。